おっと決まりました。今日2得点パトリック。から折り返し、ヘディングシュート、前取る、盛り出し、前出し、シュート、立て続けに追加点。安いのキック、イヤサイド、おっと、おー打ってきた、吉田だった。その差、柿原が受けた、中には山岸がいる、柿原のクロスボール、山岸フリーだ。さあ永井、そして森島、クロスして抱いている、シュート決まった、中山が決めた、ガラーキのゴール、左隅に決めました。来たーって、いやいやファーズに、あーどうか、1対1トータルスコアで名古屋がまず追いつきました。最終ライン、荒木、塩谷、そして井岡も追っていく、永井中央に送る、あーとここでオンゴール。ただしかし永井がしっかりと最後粘って粘ってクロスを送った。呼んでいました、ランゲラックがストップ、名古屋が準決勝ベスト4に駒を進めています。ヘディング、ビックリヘッド、ヘディング、山岸、スピード1対9、横浜駅マリノスです。おっとシュート来た、山岸で変わった、山岸いきなりの大仕事、3年ぶり2度目のルヴァンカップ制覇を狙うオリジナル10の一角、名門名古屋グランパス。一方、クラブ史上初のファイナルで悲願の初タイトルを狙うアルビレックス新潟、32回目のルヴァンカップファイナルはチケット完売、雨の国立競技場はとてつもない熱気に包まれています。新潟から新幹線で、そして車で、おっと水が出た、ゆっくりと。